ちょっと寒いね。今年あったかいテレビで言ってたけど、全然寒いよね。え？ああ、うん。ちょっと手袋今日家に忘れちゃってさ。ありがとう。心配してくれて。ああ、のさ、ちょっと手が寒いから、もしね、嫌じゃなかったらだけど、え？カイロあるの？私にカイロくれるの？あ、でもさ、それじゃあ、あなたのがなくなっちゃうんじゃない？え？あー、2個あるんだ。すごいね。準備がいいね。いや、別に全然がっかりなんてしないよ。ありがとね。帰る嬉しいよ。あのね、カイロもあったかいんだけど、他のあったかくなる方法も試してみていいかな。うん、ありがとう。じゃあ、その方法なんだけど、それはあったかいお茶のペットボトル？コンビニとかに置いてあるよね。あ、私の家に来る途中で買ったんだ。え？くれるの？ありがとう。うん。まだ全然あったかいよ。そうだね。寒い時はこういうあったかいお茶のペットボトルとか、自販機で売ってるおしることか、コーンスープとか、手を温めるのには便利だよね。私はおしるこの方が好きかな。甘い方が好きだし。コーンスープも別に好きなんだけどさ、ほら最後の方に、コーンの粒が残っちゃうのが嫌でさ。頑張って最後まで食べるの難しいよね、あれ。あのさ、もう駅前まで来たけどさ、だいぶ人が多くなってきちゃったよね。こんな風に人が多かったらさ、もしもだよ、はぐれちゃったら困るじゃない。だからさ、え、手つないでくれるの？やった、本当にいいの？うん、すっごく嬉しい。実はね、ずっと手をつなぎたかったんだけど、なんか言うの恥ずかしくて。え？初めから気づいてたの？気づいてたのに気づいてないふりしてたの？まあ、意地悪。